嫁からのすごい嫌な視線が来てます。いつもは鍵盤ですけど、本日は例の時はドラムです。辻智美ちゃん、やっ。さあみんな静かにして、後ろも静かにして。うちのバンドで一番うるさい人がやりましたので、これがもう本当に爆音で、さっきアンプ潰れましたからね。今日はちょっと2回目のスタート遅れたのは私のせいじゃありませんね。郵便ポストが赤いのも、東から上がって西に沈むのも私が悪いわけじゃないです。全部この人が悪いです。レッツゴービッグヤーディー。